開催期間中の大屋根大屋根とは、1970年に大阪府水田市の地里丘陵で開催された日本、万国博覧会のシンボルゾーンの中央にかかっていた大きな屋根である。デザインは丹下健造が担当した。万博閉幕後も残されたが、1978年に解体された。屋根は中央口の北から、 お祭り広場の後ろ側まで続く形で作られている。またテーマ館の太陽の塔より大屋根の案が先にあったが、岡本太郎が建設中の会場の視察中に70メートルだなと言って屋根に穴を開けるかで丹下と揉めた。結局、万博協会会長だった石坂大造が丹下を説得して屋根に直径54メートルの大きな穴を開けることで、 決着した。太陽の塔の左腕とはエスカレーターで結ばれ一部展示室が設けられた。一部保存された大屋根構造は通常部直径8 0 0、mm、ミリメートル中等部1 0 0 0ミリメートルまたは9 0 0、mm、ミリメートルの中鉄の中空型ボールジョイントと5 0 0、mm、ミリメートルまたは3 5 0ミ、mm、リメートルのパイプをクロームリブ伝庫を呼び、 ニッケルクロームモリブ電光製の高強度体系ボルトで繋いだトラス構造による世界最大のスペースフレームを用いダブルレイヤーグリッド式の一辺10.8メートルの正方形の網状交換グリッドを相互に接続し6本の柱で支えた地上で組み立て持ち上げて完成させる工法が取られたまた解体の際にもジャッキで何日もかけて屋根を下ろし地上で解体したという ボールジョイント上面の天井は、ポリエステル製のニューマチックパネルとし、この上面の正方形換算で、東西10個、南北27個並べた、大きさであった。ありがとうございます。